晴れ。よっしゃ。おはようございます。まずは英単語やっていく。 The bearer of this coupon。990点分まで終わりました。しゃあ、続いて英文法もやっていくんご。 Mr. Johnson was not asked any questions. Mr. Johnson was not asked any questions. Mr. Johnson was not asked any questions. 日曜日、今日もいい一日にしましょう。Authorities in Indonesia are searching for a plane that disappeared from radar. Hello, everyone. Let's go. Vamos! Parashow です。この度チャンネル登録者数が1000人達成しました。イエーイ。ツイッターをフォローしてくれてる方はすでに知ってると思うんですけど、正確には昨日の夕方達成いたしました。皆さん本当にありがとうございます。ちょっとね、達成の瞬間動画撮ってなかったんで再現してみると、こうスマホを見てて1000人達成した、イエーイ、バモバモっていうわけではなくてですね、普通にこうスマホを見てて、ああ1000人いったんだな、いやー本当にありがたいなとしみじみ思っておりました。っていうのもですね、この YouTube 始めたのが19年の9月ぐらいで、最初は友達3人とやってたんですけど、まあすぐにやめてしまって、しばらく動画投稿しない期間が続いて、去年の3月ぐらいからかな、こういうルーティンの形で動画投稿し始めました。そこでね、皆さんから元気もらいましたとか、僕も私も頑張りますとか、バモスとか、こう温かいコメントをいただいて、ここまで頑張ってくることができました。なので、いつも見ていただいている方、いいねをしていただけている方、そしてコメントいただけている方、本当にありがとうございます。これからもルーティン中心の動画になるんですけど、皆さんに楽しんでもらえるように工夫していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、1000人いったら質問コーナーやると言っていたので、この動画のコメント欄と Twitter で質問募集します。まあ、質問見られるのが恥ずかしいって方はね、Twitter のダイレクトメッセージも構いません。でね、質問の内容は、まあ、好きな食べ物、着られた食べ物とか、単純な質問から、ちょっと突っ込んだ質問とかね、まあ、無茶ぶりみたいなところも、できるだけ答えていこうと思いますので、どしどし送っていただけると嬉しいです。それでは皆さんの質問を楽しみにしながら、勉強に戻りたいと思います。しゃあ。食べに行ってきます。筋トレやりますか。やるぞ、バモス。ラスト、やるぞ自分。しゃあ、シャカ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 タン、タタ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 、オレシャンバはず、これ。 I don't like to be spoken to when I am studying. Just... 今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。曇り。おはようございます。今日も英文法やっていくんご。
I was suddenly spoken to by a stranger on the street. I was suddenly spoken to by a stranger on the street.練習やりますか。今日のね、目標3時までに完成させる。うん。月曜日3連休もラスト。今日もいい一日にしま。ショー。帰ってきました。午後も頑張りましょう。じゃあ。3時までに完成するって目標ですが、達成ならず。あとちょっと。頑張ります。しゃあ、動画公開まで終わりました。でね、明日の8時からね、ちょっとアメリカとの会議があって、それの準備をこれからしたいと思います。いつもコメント本当にありがとうございます。昨日お伝えした通り、皆さんのおかげでここまでやってこれてます。これからもよろしくお願いします。あとライブやりたいですね。ライブで何話すんだみたいな話なんですけど、すぐにだとできないみたいなんですけど、できるようになったらやってみたいと思います。楽しみにしておいてください。シャカ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 シャブシャブ。バモス。今日もお疲れ様でした。今ね、状況としては緊急事態宣言が出てなかなか大変だと思うんですけど、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ただね、健康が第一なんで、疲れてる時は無理せずゆっくり休んでいこうと思います。なので皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。